このようなところに人が訪れようとは。それがしは蒲生氏郷と申す。レオンと呼んでくれても構わぬぞ。商人たちに遅れは取らぬと思っておったが、よもやあやかしがおるとは。この妙な石、貴殿はすでに持っておられるか。あの南蛮商人ども、裏ではこの石ころや働き手を必死に集めておる。海の向こうの戦で大儲けという魂胆であろうか。神の教えと渡来品を広めるだけにしておかねば、いずれ、いらっしゃい。毎度あり。何か探し物？私も村正さん。あなたの役に立てるよう私も腕を上げなきゃね。またどうぞ。
Yeah.
Yeah.
Thank you.
いらっしゃい。またどうぞ。